白雲の章、赤狼の説、炎と闇の瞬動。生ける者が姿を隠し始め、フォドラに長い冬が訪れる。霧氷がじんわり降りていくように、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見たカリウドは言う。赤狼が出たと。といったところだな。本当に疫病の類ではないのか？ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない、これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か窓、しかも闇の窓か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。マヌエラ、ルミール村の件か？今の話本当だろうな？あら、ジェラルトさん、どこから聞いていたの？疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるっつうなら、俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。なんだったら二人っきりでも。悪いが、村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。ええ、またね、ジェラルトさん。先生、俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする？時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。おい、どうした？変だと思ったら医務室に戻れ。お前は平気な顔で無理をするからな。分かったか？ぐぅ、なんじゃ今のめまいは。わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。ご機嫌がよろしくないようで。やはり例の件ですかな？分かっているなら口にしないことね。ですが、過ぎたことはやり直せません。今はせめてそれを活用すべきかと。分かっているわ。それに皇位継承の準備も進めなければ。そちらについては障害なく進んでおりますよ。と、誰か来たようですな。先生、今節の課題について聞いたわ。ルミール村で何かが起こっているとか。あなたがここに来るきっかけとなった村、因縁めいたものを感じるわね。騎士団の調査は進んでいるので。もし村の異変が人為的に引き起こされたものだとすれば、黒幕がいるのでしょう。
女神最短の儀で西方教会に組みしていた死神騎士や謎の魔導士たちはフレンドの誘拐の折にも姿を見せました。そしてまた大修道院近くの村で異変が。大修道院を舞台に何やら正体不明の輩がきな臭いことを企んでいそうですね。先生はこれまでの事件が一連のものだとは思わない？ええ、普通はそう思うわよね。でも私はこうも考えている。大修道院を取り巻く事件は一本の線でつながって見えるけれど、様々な者たちの思惑が複雑に絡み合った結果でしかないのかもしれないと。自分の味方と自分の敵がいるだけなんて単純に考えていては物事を正確に捉えられないかもしれないわよ、先生。おい、急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ、殺せ。こりゃ何がどうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ。気分が悪いわ。どうにかして村を救わなければ。といってもこの惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょうね。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど。そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょ先生。私突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子を伺っているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。
いらっしゃい。こちらですね。ありがとうございます。またのご来。こんな連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。行きますか。舞台に上がるより緊張するわね。戦いの空気苦手だ。ありがとうございます。焦らず戦おう。
私の力見せてあげる。あの奥で指示を出しているもの、職番のトマシで間違いないわね。気が利くな。
しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。強くなれたらな。ちょっと興味深かったね。
ありがとうございます。勝負ができた。ありがとうございます。Thank you.
なる。この経験は糧になる。ありがとう。殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。せいよ、この機会に貴様の力を儚らせてもらおうか。ありがとうございます。
あなたこそ何のつもりでここへ。私の邪魔をしないで。これは手本にならないな。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。ここは飛行。おい待て。消えちまったか。
逃がしたわね。村内を見回ってくるわ。まだ敵が潜んでいるかもしれない。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我が必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと。放っておけば、キャツらはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があれば、ソロンなど敵ではない。そう怒りをあらわにしていては嘘ということが丸わかりだ。その選択、後悔するでないぞ。ジェラルト殿、先生、エーデルガルト様を見ませんでしたかな。どうした。しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してる時は随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。先生、何と言えばいいかわからないけれど、とにかくお疲れ様。やれるだけのことはやったと思うわ。ジェラルト殿もそうおっしゃっていたわ。前を向きましょう。
そういえばルミール村にも遠征と名乗る者が現れたようね。何やら話をしていたとヒューベルトからは聞いたのだけれど。そんなことを。それで先生は手を組む気はあるの？本当に正体不明の相手をなぜ信じられるのかしら。仮に遠征が本気だったとしても、その目的が何なのかも明らかではない。もし遠征が本当にあなたの力を必要とするならば、いつか先生の前に仮面を外した姿で現れるかもしれないわね。エーデルさん、ちょっと聞きたいことあるの。あ、ごめんね、邪魔しちゃった。いえ、気にしないでいいわ。それじゃあ先生、また授業で。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の参加には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは、私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシは同盟貴族、コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス聖教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。敵の狙いがわからない以上、下手に動くことはできん。もちろん騎士団は調査に当たるが、君たちは訓練に励んでくれ。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり、必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。女神ソティスじゃと。どうかしましたか。そうでしたか。ソティスは女神のマナです。みだりに口に出さないようになさい。ではまた後ほど。お主、迂闊なことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ。良いな。